名地名地位は、タイを中心とした地域における女性の仏教修行者を指す。名とはこの場合他のことをにつけて女性であることを表す言葉、地位とは修道者という意味である。神ザ部仏教においては、正式な美国になるための仕組みは早いうちに滅んだとされ、女性の出家者は正式な美国とは認められていない。ために、日本でも女性修行者、 女性出家者などと訳されることがある。それでも、女性信者の中には、在家のままでいることに飽き足らず、家を出て、寺院の一遇を借りて、自発的に仏教修行する人たちがいる。これが、明治医である。明治医は、自発的な修行者とみなされているため、大江を着用したり参賀に対する伏せの分配を受ける、ことはできないが、白衣をまとって啓発もしくは単発にして、 一般の在家信者の戒律よりも厳格なシャ味の十、戒を守って生活している人々が多いため、サーマネーンの女性系であるサーマネーエリートみなす向きもあるが、法的には根拠がない。タイにおける男性のブワットが時代と共に半ば義務的なものとなり、一種の通過儀礼化している側面も存在しているのに対して、正式な出家者にはなれず特殊な孤独も存在しない。 名地位としての生活を行うことは、女性個人の宗教的な情熱と強い信念に、由来する部分が多いと言える。一方、タイには2009年4月の時点で、スリランカのビクニ復活運動の下で受解したビクニが1名、いる。ありがとうございます。